日本テレビ系土曜ドラマ2月の勝者絶対合格の教室主題歌ディッシュ沈丁花見て思ったことは、沈丁花、沈丁花かと思ったら沈丁花が正しいので、まあ、常緑低木の沈丁花かなと思ったら沈丁花が正しいんで、ややこしい名前つけるなと思いました。あと私引きこもりをしていて学校とか行ってないので、2月の勝者絶対合格の教室というドラマはあまり面白くないかなって思ったので、以上の観点から、まあ、この曲は小さくは売れても大きくは売れないというふうに思いました。 CD カウントダウン TV ライブは生で見るか録画をして見ましょう。はい。